城の古市場は千葉市若葉区大宮町にあった日本の城である。城の古市場の所在地はかつて長峰村と呼ばれ、千葉常へからこの地を賜った坂尾五郎寺の家臣、長峰田所三郎種行きが改装したと伝えられている。千学修章によれば、種子は千葉常種が源頼朝のもとに参上している間、攻撃に備えて千葉重種と共に、 千葉城に立てこもったとされる人物である。坂尾浩寺や長峰田所三郎種行きがこの城とどのような関係があるかは不明で、その後の千葉市との関係もよくわかっていない。築城者としては城山城と同じく板倉築後神であるとの伝承がある。板倉築後守るは1639年に長峰を治療した板倉重直と否定されているが、江戸時代の初期に、 このような城を作らなければならなかった背景については疑問が投げかけられている。カ取リ営ウ足農町には、現越前入道が長峰を所領していたとの記録があり、原氏の城とも言われる。長峰の名を残すバス停、千葉東インターチェンジ東側、千葉東金道路が、京葉道路に分岐する地点に位置する三角形の大地上に築かれている。 近隣の栄福寺の妙見が、最初、長峰の三角山にあったという伝承があるが、関係は不明である。各の西側と南側は断崖となっており、四川都川を望む。東側には、背の高い土塁と空堀が築かれており、土塁の中央が開港されて、土橋につながっている。戦国時代の出城の様相をよく表したものである。 ABC 平井ほか1980ありがとうございます。